はい、ソーシャルマジシャン株式会社8円の坂田です。Facebook の写真と動画投稿の基本の基本ということをサクッとお話しします。で、簡単です。まんまですね、写真と動画と書いてあるアイコンありますね、これを使えばいいわけです。で、写真はですね、この写真を押して写真をアップロードというのを押します。そうするとですね、ファイル選択というのが出ますから、これでアップロードしたいですね写真をあらかじめパソコンに入れた上でこうやって選択、そして開くを押してあげる。そしてここの部分、下の部分には説明文写真ですみたいな感じで入れて、でこれでシェアを押せばですね、それで写真が投稿できます。簡単ですよね。ちなみに写真をアップロードに、写真を上げるにはですね、残り2つあります。アルバム作成というのは、2枚以上の写真 を1つのアルバムにまとめて投稿することができます。あと写真を撮るというのはありますが、ウェブカメラからアップロードと書いてありますが、ウェブカメラをですね、買って、で、こちらの方をパソコンにつなげるだけですね。ウェブカメラから直接撮ることができるという機能です。まあ、ですので、こうやって直感的にですね、パソコンの前に座って、イエーイみたいな形で写真を撮ったりすることができるということなんですが、ただしですね、結構アップロードするときにエラーが起きる場合があります。ですので、写真を撮るではなくて、基本的には写真をアップロードですね。あらかじめ用意して上のアップロードをお勧めしています。次にですね、動画ですね。で、動画の方はですね、ここからセット。この動画というボタンが押せば2つ出ますけども、で、最初から言っておくと、この動画を撮るというのは使えません。エラーばかりで使えませんので、この動画アップロードという機能を使ってください。で、これも同じです。動画アップロードを押すと、ファイルを選択というのが出ます。で、これを押してアップロードする動画をデジカメからもしくは iPhone からですね、あらかじめパソコンに入れておいて、で、選択して開くと。で、開いた上でここに、コメントをつけてシェアというボタンを押せば投稿ができるということで、非常に、単純、明快、簡単ですね。ということですね。でですね、アップロード自体は簡単なんですが、初心者さんもですね、気をつけていただきたい点としては、アップロードする場所ですね、投稿する場所でどこに乗るかというのは当然違います。でですね、これは、武田和平さんのファンページです。ここの写真動画というのを押して投稿すると、武田和平さんのファンページに投稿がされます。その一方でですね、これは、私のですね、坂田誠のファンの、プロフィールですね。で、ここで人のプロフィールで投稿すると、人のプロフィールのところのウォール、掲示板ですね、に写真や動画が投稿されます。またですね、ホームを押して、ホームを押すと、今度は、自分の自分プロフィール、自分のウォールというのか、に投稿されて、なおかつ自分の友達に、その投稿が、自分の友達のニュースフィードでそれが現れるということになります。ですので、写真動画を投稿する場所でですね、乗る場所が違ってきます。ファンページなのか、友達のウォールなのか、それとも、自分の、ウォールなのかですね。その点だけは、明確に場所が違いますので気をつけてください。ということで、以上、基本的な、Facebook のですね、写真動画の投稿の仕方でした。では。